落とし格子とカウンターウェイトアイルランドのカヒアー城の落とし格子。下側が鉄で補強された杭になっていることがわかる。ハールブルク城の落とし格子落とし格子は中世ヨーロッパの城などで使われていた垂直にスライド開閉する門の一種である。材質は木や金属、またはそれらを組み合わせて作られた。英語ではポートカリスといいフランス語の引き戸を意味する。 ポルテクーリス・サントから来た語である。フランス語では、マグは、教会の食材を意味していた、ハースが、1358から1359年以降、落とし格子も指すようになった。落とし格子は垂直に上下するため、取り付ける縄文に垂直の溝を掘り、はめ込んで使用される。カウンターウェイと、ウィンチと、鎖、ロープを用いて、迅速に加工と上昇を行えた。 落とし格子の下場は杭になっている。地面側は杭を受けるためのくぼみが設置され、加工の際の衝撃で壊れないよう干渉材になる土が詰められている。落とし格子は中世の多くの縄文に導入され、工場戦や攻撃の間、強固に入り口を防衛していた。縄文の防衛を強化するため、縄文の前にバービカンやゲートハウスという防衛拠点を持ち、 それらにも落とし格子を設置した。大抵の落とし格子は2枚セットで使用され、まず内側が硬化した後、外側が硬化することで侵入してきた敵を閉じ込める罠としても機能する。閉じ込めた敵には、天井に設置した殺人口や屋上から燃えた滝に、熱した砂、熱湯などが投下され、側面の狭間からは石弓や弓によって殲滅を行った。 広く信じられている。熱した油は、油自体が非常に希少で貴重であり、使われることはなかった。HM カスタムズエクサイズの軍艦機、チューダー町のロイヤルバージズ、スターリング・ポンド、イギリスの議会の希少、イギリス政府の部署 HM カスタムズエクサイズ、などの紋章に使われている。ハース・エトモロジー鉱山行きを、p 1 5ハットカウフマンカウフマン、P61。 ありがとうございます。